メリークリスマス。メリークリスマス皆さん。今年ちょっと遅いけど、今からクリスマスの準備をしようと思ってます。ドイツのクリスマスに一番大事なのが、はい、タカビールドイツイコールビールは頭の中にしか入ってないね。そう、ドイツのクリスマスに一番大事なのはクリスマスクッキーだから、今からクリスマスクッキーの2種類を作ろうと思ってます。毎年このクリスマス直前になると、レナさんが張り切ってクリスマスクッキーを作るというイベントが我が家では恒例になってます。ココナッツクッキーみたいな、めっちゃ美味しいの。それそう、それを今から作ろうと思ってます。本当にめちゃめちゃシンプルなレシピです。ココナッツフレークが必要です。これ昨日業務スーパーで買ったもので、あとは卵の白いところと砂糖。めちゃめちゃ簡単です。ここは一番難しいところです。あの白いところだけ必要になるので、この100円ショップで買ったやつを使って。あ、卵黄いらないんだね。そうで、だから2種類のクッキーを今日作るよ。卵ができた。次は砂糖とココナッツフレークを測らなきゃいけない。どんだけ砂糖入れるの？タカがいつもびっくりするけど、全部砂糖、意外とめちゃめちゃアンヘルシーだよ。わかる？160g。 まだ入れるの？そうだよ。めっちゃ入れるやん。 260g を入れる。次はココナッツ。ちょっと匂い変えてみて。めっちゃいい匂いする。うわ、めっちゃいい匂いする。海外のバスの匂いがする。海外のバスってなんか特にココナッツのフレーバーするじゃん。わかりますかね、か、視聴者の皆さん。なんかハワイとかグアムとかのさ、観光バスってね、ココナッツの香りがするんだよね。そういうことか。私ハワイとグアム行ったことないからわかりません。このクッキーの特徴は、お鍋で全部混ぜます。ココナッツを入れて、砂糖を入れて、やば、卵を入れて、はい、これで全部混ぜて温める。温めすぎると卵が硬くなっちゃうから、それは避けて。なんか卵のさ、分量少なく感じを今盛大にこぼしたよ。大丈夫、周りに。大丈夫大丈夫大丈夫ですか、社長。大丈夫大丈夫、社長。あっちに死んでるね。ピックアップして戻してもいいよ。ウィーって出てきた。ちなみにドイツではこういう風に自分の家でみんなクリスマスクッキーを作るのが普通なの？イエス、みんな作ってる。買うわけじゃないんだ。あの、自分で作って、で足りないところが買って足すみたいな感じ。ご近所の人とさ、交換とか。 あるあるある。うちはこれが得意だからこのクッキー作って、うん、お宅あれが得意でしょみたいな。そうで交換して。あるある、いいね、それもそれで。これはちなみにレナのママも作ってますか？これはレナのママが作ってない。あ、じゃあこれレナオリジナルレシピということで。インターネットで見つけためちゃめちゃいいレシピ。Google のオリジナルレシピということで。それだいぶこう餅みたいになってきたでしょ。ネチョネチョしてきたね。 Secret ingredient、 シナモン入れてる。オーブンを160度に温める。で、これをこんな感じで。あ、それが1個ずつのクッキーになるってこと？そう。あ、じゃあほぼ完成じゃん、もう。ほぼ完成だよ。超簡単じゃん。そいつでしょ。あ、じゃあこのレシピみんな真似できるよ、簡単に。そうだよ。超うまいからこれ。これができたけど、オーブンがまだ温かくなってないから、これをちょっと置いといて、次の種類のクッキーを作ります。まずはバターを測る。バター 200g だよ。やば、お豆腐みたいな感じだよ。そんな感じ。こんな使うかね。次は小麦粉 360g。暖かくなったから焼きましょう。じゃあとりあえず15分ぐらい。
スタート。さっきの卵を。スタート。なんかめちゃ氷みたいな。やばいよね。バニラを入れて。あ、バニラエッセンス。Yes。 これは測らなくていいの？これはそんな適当に入れるの？今までちゃんと測ったのに。シナモン。シナモン。シナモン。OK、混ぜます。これ全然塊にならないけど大丈夫？なるな。片栗粉とか入れた感じじゃない？片栗粉で硬くなるの？そう思ってるの？やばいやつだね。もうちょっとバター増やすとか。バターがサラサラだよ。十分にあるよ。全然ならないよ。だいぶ固まってきたよ。すごいね、粘土みたいになってきたね。できましたよ。じゃがいもみたいだね、でかい。味は全然違うけど。全部生で食べるとどうなるのかな。ロールしてそこから切る。おお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 お、色がおおついた。おおおお、できたってこと？できたんじゃない？うん。うわ、うまそう。うん、でもいつもよりなんかあれ、ちょっとびしょびしょしてる。うん、そう。熱い。熱いよ。はい。こんな感じで、ここで冷ます。社長さっきから食べ続けてるよ。あれ、美味しいよ、めちゃめちゃ。焼く前に食べてみた方がいい。焼かなくてもいいんじゃない？もう本当にそうだよ。あのオーブンが小さいから待ってる間にデコレーションしますか。たかクリスマスデコレーション。部屋に置く場所がございません。少ないね。もっと買わなきゃいけない。アホか。いや、これが絶対に足りないよ。人の服のところにやめてください。だからこれは何を変なことやってますか。あの、たか、これは服のところじゃないよ、分かってて。これ服取るときに毎回俺がちぎるよ。喧嘩になるよ。できたっぽい。準備する。めっちゃでかい。でかい。何これ、化け物。メインイベントだよ、タカ。去年楽しかったでしょ、作るのが。メリークリスマス。よいしょ。ああ。私がやってることを見るの？そう、頑張ってください。完成じゃないよ。じゃあもっとデコレーションをつけましょう。ツリーができましたので移動させます。完成。ドイツのちなみにツリーもこういうなんかおもちゃみたいなツリーなの？それか本当の木をこう引っ張ってきて。本当のツリーだよ。毎年ツリーを買って、それを飾って。そっか、ホームセンターとかに本物の木を売ってんのか、クリスマス時期になると。そう。で、みんなそれを買って、家に持ってって、建ててやるんだね。イエス。だってもっとでかいもんね、レナの家で前作ったクリスマスツリーとか、もうこんなもあるよ、本当に。そうだよ、そうだよ。では、ここに置きます。狭いね、私たちの家の中狭くなってきたね、この。そうだよ、1年いろいろ物が増えたからね。はい、完成。じゃじゃーん、クッキーができました。では食べて感想を言います。うん、
美味しかった。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。